新潟県立モズ島美術館は新潟県新潟市中央区モズ島の時メッセ内に所在する美術館。新潟県が所有かつ運営管理を行っている。長岡市に所在する新潟県立近代美術館の文館として2003年7月12日、同年開業した時メッセのモズ島ビル5階に開館した。両館とも信濃川のに立地しているが、 自然と触れ合う美術の森を標榜する近代美術館に対し、中央区中心部の新潟港西港区に位置する当館では、都市型の美術館として、主に1945年以降の第二次、世界大戦後の作品を中心とした近現代美術と近隣アジア諸国の美術に特化した展示が行われている。約6000点に及ぶ県の収蔵美術品は、両館で共有している。 これらをもとにした所蔵品展が実施されているほか、国内外の様々なジャンルに及ぶ芸術を取り上げた企画展が実施されている。なお当館では企画展と所蔵品展を入れ替えながら展示する運営方針を取っているため、常設展は実施していない。開館時間は10時から18時までで、券売は17時30分までとなっている。休館日は毎週月曜日だが、月曜が 祝日の場合は開館しており、代わりに翌日が休館日となる。また、年末年始や展示会期間も閉館となる。観覧料は有料だが、下季休業期間には、新潟県内の小中学校を対象に無料券が配布される。ありがとうございます。